前回はきな粉に鶏の着ぐるみを作りました。今回はもう1匹猫がいるんですけど、この子です。この子はシュシュって言います。今回はひよこの着ぐるみを作りたいと思います。材料はほぼ100均でふわふわフェイスタオル、この体を洗うタオル、マジッククロス、あともろもろです。で、今回の作り方はほぼ鶏さんと同じなので、違ってるところを主に解説したいと思います。袖はしましまにしたいので、ロックかけて切り、ロックかけて切りの繰り返しでしましまにしました。結構勢いよく切ってるんですけど、適当に幅とかも考えずに切ってるので、出来上がった幅とかバラバラになっちゃってるし、本当は横着せずに先に必要な分の幅を取ってちゃんと直線に裁断してロックミシンでつなげていくっていうことをすれば、きっちりとした計算された幅になったと思うんですけど、それも面倒くさいし、こっちの方が味が出るかなと思ったんですけど、どうなんでしょうかね。まあ結果的には帳尻を合わせたかなっていう感じですかね。これかなり裁断しにくかったんですよね。こう下側がゴロゴロして、でこう縫い代を折ろうと思ってもどこをどう折っていいんだか全く分からなくなって、はあって感じで、もうどうでもいいやポイってしてるんですよね。でこっちがさらにもっと最悪の事態に陥りました。さて問題です。それは何でしょう。幅が足りなかったんですね。でもう仕方がないので、同じ柄の並びにするのを諦めて逆並びにして無理やり幅を出しました。ね、裁断も結構いい加減でむっちゃ曲がってますよね。ぐちゃぐちゃです。くちばしは鶏さんと一緒ですね。ブランケットステッチをして結構キュッて締めながらやってカーブ出してます。違ってるのは表と裏の色を変えたとこですかね。でどっちにしようか迷って、子供が中がオレンジって言ったのでオレンジにしました。この辺も一緒ですね。中表にして頭のところに口を挟んで直線ミシンで縫います。後ろの頭をひっつけます。これも直線ミシンで縫います。で後頭部、これも直線ミシンで印通りに縫います。で次はこの横っちょのところをつけます。で直線ミシンでつけます。これ左右両方ともです。この辺は中なので直線ミシンで全部縫ってました。でこれ頭の毛なんですけど、これは頭を縫う時に、挟んで縫ってもいいかもしれないですね。どんな作り方でもいいですよね。まあ参考までにしてください。ちょっとだけ色変えたやつをつけてますね。でリボンもつけました。で綿もこれも鶏さんと同じなので、そっちを参照してもらったらいいと思います。で目作ってるんですけど、目も好みなのでこれがいいかどうかっていうのは微妙ですね。子供、うちの子曰く鶏よりは可愛いらしいです。鶏はあかんって言ってました。まつげがちょっとあかんらしい。目がなかったら可愛かったって言ってくれました。でこれは花の形に切って花をこう立体的にしたいので周りを、ぐし縫いして縫い縮めてちょっとこう凹凸感を出そうとしてます。花もこれ適当な形に切ってるので左右花びらの数も違ってます。こんなことも起こり、なんとかできました。でこのハートなんですけど、ハートのボタンがあと2つだけあったので、とりあえず鶏と共通点を持たせようと無理やりしています。で最初はこんなんでどうって感じだったんですけど、やっぱりこのまつげが気持ち悪いのではないかなっていうことで散髪しました。でこんな感じにしてみると、お、ちょっとかわいいっていう。でこれに決定です。どうでしょうかね。顔ちょっと可愛くなったかな。でお口なんですけど、これは鶏さんではしてないんですけど、お口をちょっと開けた方がいいんじゃないかなということで、開けるためにちょっと小細工してみました。でも思ったようには開かなかったんですよね。もっと思い切ってこう幅広に塗った方がいいかもしれないです。これは尻尾を編んでます。もう思いつきで編んでるので難しいっていうのは再現が難しかったっていうか、ある程度鎖を編んで2目鎖編んで長編みを、1個開けたところ、あ、もうこれもうややこしいので、ややこしいっていうかちょっともう口でこれ見てたら自分ではわかるんですけど説明しにくいので、編み図はつけとくので参考までに、もしまあいないかな、同じの編みたい人なんて。もし編みたいっていう人がいたらあれなので、一応編み図、雑な編み図をつけときます。これこう2目編んで長編み、2目編んで長編み、2目編んで長編み、真ん中長編み3目を編んで、で2目細編み、あ、ごめん違う、2目細、え、違う、2目鎖長編み、2目でこんな半円になりました。これは裾のところに編もうかなと思って編んだ、ちょっとこうフリルっぽくふわふわっとしたのを出したかったので、後ろの裾の幅になるぐらい、まあ偶然なんですけど、これも大体したらそうなったっていう感じだったんですけど、裾の幅ぐらいになるように編んでます。で鎖編めたら2段目は多分長編みか、長編みですね。長編みを編んでいって、で3段目は鎖5目のこうポコポコになるフリルこうなる山々になるように鎖5目編んで1個飛ばして細編みでひっつけるみたいな感じですかね。でこんな感じにできました。でこっからは鶏さんとほぼ一緒です。身ごろはロックミシンで縫っていきます。肩縫って袖つけて、で袖がちょっともうこれゴロゴロしすぎて袖のとこ縫うのもあれだったんで、直線ミシンで起き上がってるとこ全部上からっていうか縫い代を叩きました。で脇を縫いました。でこれ裾です。裾もロックミシンでひっつけます。でこれ身ごろに裾をひっつけるときにフリル、尻尾を兼ねたフリルで、これロックミシンを両端で作ったなんていう3本の尻尾みたいな3本の羽みたいなのも作りました。これ挟んでロックミシンなんですけど、一応しつけかけました。あ、パンク発見しましたね。これね、今気がつきました。後で直します。で前立て、片側は端処理してロックミシンで端処理して、でもう片一方をまたひっつけます。でこの折る時に見返しを多めに、見返し側っていうんです、向こう側に折り曲げてる方をちょっと向こう多めにした方がいいです。でこう頭つけてます。でこれロックミシンでちょっと分厚いからパンクしないように気をつけながら縫ってください。この辺全部鶏さんと一緒なのでちょっと分かりにくいと思うので、そちらの動画を見てください。これはマジッククロス、なんかこんなんやって思ったんですけど、マジッククロスにこの羽の形を描いて直線ミシンで縫って羽にしようっていうか、このマジッククロスをなんとか使いたいっていうので思いついたのがこれぐらいで、ひっくり返したらまあ分かりきったことなんですけど、なんで三角みたいな。でも思った形にならなかったので、とりあえずちょっとだけ綿詰めてどないかしようみたいな感じですかね。とりあえず縫いながらちょっと形を整えていこうっていつもの思いつきで、縫いながら形をちょっとずつちょっとずつ変えてます。これ1個するのはねそんなにあれなんですけど、2つとも同じ形にするっていうのは、まあ、全く一緒じゃなくていいと思うんですけど、全く違うっていうのもどうなのかなって思うので、なんとなく羽の形にしていきます。こんなの編んでこんな感じでつけたいなと思って、これ編んでるとこは取ってないんですけど。でアメリカンホックをつけます。で前の時はちょろっと言ってたと思うんですけど、ここが分厚くってなかなかこう貫通しにくいので暑さを減らすために散髪してます。表と裏側を散髪して厚みを減らしてます。こうするとなんとかいけました。っていうかこれ散髪しないと何割かな、1割ぐらいの確率でしか成功しなかったですね。これは羽をつけてます。と一回猫に服を着せて位置を決めました。で、手編み、かぎ針編みのフリフリも、翼についてます。で、模様に見えるようにザックザックと棒線、川の字かな、川の字みたいな感じになるように位置をつけてます。ちょっと分かりにくいですね。これは体を洗うタオルでジグザグ縫いで周囲を葉っぱの形に縫ってでそれを切って作ってます。でそれを留める時に可愛くなるようにちっちゃなパールのビーズもつけてます。でアメリカンホックも無事につきました。どうでしょうか。口はあんまり開かないですね。なんか最初は可愛いかなと思ったんですけど、出来上がりを見ているとなんか見れば見るほどひよこに見えてこない。色合いは好きなんですけどね、どうなんですかね。さあ着せてみましょう。めっちゃシュシュが不服そうです。これ後ろから見たら割と可愛らしいんですけど、なんかひよこの顔がひよこに見えないっていうか、まあ鶏もちょっと鶏に見えないっていうか、っていう具合ですかね。でもまあ作るのが楽しいので、猫にとっては嫌でしょうね。でこの後ろ姿、この後ろ姿は我ながら上出来かなと思うんですけど、どうでしょう。尻尾とか、もしよかったらこんな感じで作ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。